今回の総選挙は大阪から日本を変えていかなければならないというお伝えをさせていただきます。日本が変われば大阪箕面をもっともっと豊かにできると私たちは確信をしているからであります。私たちは地域から生まれた唯一の国政政党ですから、国も大事だけれども、その国を支えている一つ一つの地域にも着目をしてきたんですね。地域の挑戦、個人の挑戦、またさまざまな会社の挑戦、すべての挑戦を私たちは支えていきたい。今日この箕面駅に先ほど呼称していただいてね、新しい店がオープンをしていました。それ大きな挑戦だと思います。お金もかかる。そうしたさまざまな挑戦を支えるために、支援するための税制改革、社会保障改革、労働市場改革を私たち日本維新の会の力でしっかり前に進めていきたいということで、今回の総選挙に臨んでいるわけであります。ぜひ皆さん、私たち維新の会のこの議員団と一緒に箕面の街、もっともっと元気にしていきましょう。必ずできます。私たちが国政からも、また吉村知事が大阪府からも、全力で箕面市民の皆様の挑戦を、箕面の挑戦をお支えをしていくことをお誓いします。皆さんよろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。どうか皆様方のお手で投票用紙には足立康史、足立康史、足立康史とお書きくださいますよう、何卒何卒よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。